お？なんだここ。あれ、つけられてるの鎖？牢獄ってこと？誰が捕まってんだ？誰っていうか、誰かのシャドウなんだと思うけど。何か喋ってる。お前もそんなところにいないで入れよ。ここは安心だぜ。勝手に開けたりしないでよ。ここを出てく気なんてないんだから。ここにいるのが安心？何を言ってる。牢屋に入れられてるんだぞ。鴨志田の城を思い出すな。まるであそこにいた奴隷だ。そうとも、結局ここが一番いい。ここの奥深くには望みを叶えるシステムがある。望みを叶えるシステム？本当にあるのかそれ。無駄よ、この人たちには通じない。まさしくこの景色同様歪んでいるな。牢の外にいるからそんな悩んだり探したりする羽目になんだよ。生きるには知らなくていいことだってあるんだ。その通りじゃな。システムの話、それに開かずの独房の話。開かずの独房？誰が捕らえられているの？噂じゃ真に危険な滞在人が入っとるらしいが、誰がそんなもんに自分から触れるものか。さあ、そんなところで立ち話もなんじゃ。中に入ってきたらどうじゃ。モナ、ん？お前らなぜ出歩いている？拘束具はどうした？やべ、拘束具の未着用は認められていない。異分子は排除する。迂闊だったな。牢獄なら当然監視もいる。てか待てよ、鴨志田の城とかと違ってここみんなのパレスなんだよな。誰が捕まえてんだ？モナちゃん、思い出した、この場所見たことがある。待ってよ、ここって今日来るまで開いてなかったのよ。すまない、そんな気がしただけだ。でも何か大事なことを思い出せそうな気がする。そういや、ここまで来んのはお前の元々の望みだったわけだしな。なおさら先を急ごうぜ。それに支配している主が誰なのかは実に気になる。ああ、そうだな。待って、ここの人たちは。放っておきましょう。メメントスを消せば同じことよ。つうか長居してると危ないぞ、進もう。ねえ、あれ、あそこの牢屋だけ他と違わない？ここが例の開かずの独房？最も罪深い危険臭が入っているらしいが。なんだか懐かしい匂いがする。モナちゃん？間違いない、ここだ。我が輩はこの中で生まれた。生まれたって牢屋の中で？まさかモナがその危険囚人？いや、囚人は我が輩じゃない。ただ覚えてるぜ、ここ。我が輩は何者かにここで産み落とされた。お前らを導くために。導く？何者かってどなた？思い出せない。くっそ、あと一歩なのにもやがかかってやがる。つうか、そんな話聞かされたら中すっげえ気になんだけど。発見した！脱獄囚は
最重要隔離棒の前にいる。危険危険、速やかに捕獲せよ。あんたは鴨志田先生。いや、まだらめ。こっちは金城よ。もしかして奥村社長も。お父様はもういないから。ごめん。ううん、そんなことよりあれを見て。指導正義、どうなってやがんだ。パレスが消えて改心したはずの奴らじゃねえか。相変わらずいい体してんな。もっとこっち来いよ。あんた、冗談だ。もう面倒はごめんだ。せっかく何も考えなくても生きていけるようになったんだしな。自分には才能があるなどと勘違いして身の丈に合わん欲を抱いたのがバカだった。空気読まない奴は叩かれて当然。大物のふりはもうやめだ。バカでいいじゃないか。バカだからって罰を受けるわけじゃない。いいんだよ、自分以上を目指さなくてもさ。以前とは別人だが。改心したからというわけでもなさそうね。まさか歪んだ欲をなくしたおかげで囚われた人生を選ぶようになったってのか。奥村は残念だがいないよ。死んだ者はさすがにどうしようもない。すまなかったな。ええ、分かっています。ご丁寧にどうも。ついでに教えていただけますか、ここは一体何なんです。太閤の牢獄と呼ぶらしい。太閤、ここが自由でないように見えるかね。とんでもない。ここでは誰もが最高の自由を得られるのさ。自分で悩み考えることからの解放、選ばなくて良い自由をね。私の作ろうとした国家よりはるかに素晴らしいものだ。考えることから解放って、そんなの。だがここでおとなしくしていられない愚か者もいる。いわば脱獄士。まあかつての私たちのことだな。そういうものはこの安住の世界から隔離され、自分一人のパレスに閉じ込められる。それがパレスの主。お前らに改心させられて感謝してるよ。ここへ戻ってこられたんだからな。俺らがここへ。分からなくなってきた。俺たちは認知世界を使って一体何をしてきたんだ。しっかりしろ、お稲荷。ああ、そうだったな、すまん。考えないでいい自由なんて、そんなの別の誰かに支配されるってことでしょ。教えて、ここの主は誰？誰がここ？おかしなことを聞くな。そんなもの回収皆に決まっているだろう。学校でも習うだろう。民主主義の国の主は大衆だよ。くだらねえ嘘つくんじゃねえ。だってさっき監視が嫌がったぞ。誰かが見張ってやがるってことだろ。確かに見張っているかもな。我々自身が我々皆をね。そんな、牢獄を荒らされまいと思ってるのは誰よりも囚人自身ってこと。こんな野郎の話はどうでもいい。どうせメメントスごと消しちまうんだ。とっとと先行こうぜ。モナ、お宝は一番奥だよな。モナ、やっぱり覚えてるぜ。ここ我が輩はここの人間たちを見て自分の姿だけなぜか違うことに気づいて、
そうだ、だから人間に戻りたいって思った。じゃあメメントスをなくせば姿が戻るって漠然と分かってたのはそのせい？すまない、ところどころまだ抜けてる。でも手当たり次第にパレスやらを探り始めて、次の記憶はもうあのクソったれカモシダのパレスだ。そうか、だんだん思い出してきたぞ。何をしている？また出た、しかも多いし。クソ、油断しちまった。走りましょう。脱獄者を発見、速やかに捕獲せよ。ここは一旦離れましょう。かなり警戒されているみたいだし。大事な独房があるくらいだ。最深部はすぐそこだろう。進めばモナの記憶も戻るかもしれないしな。ああ、いよいよ大衆全員のお宝ってやつが近づいてるわけか。今思えばなぜメメントスが渋谷の地下なんかに繋がってたのか、そいつも納得だな。地の底の狭苦しい箱の中へ自分から入ってって、毎日毎日文句も言わずにすし詰め状態。我が輩から見りゃメメントスの囚人そのものだ。繋がらない方が不思議ってもんさ。思えば今まで怪盗団を一番振り回してきたのはどの悪人よりも大衆の声だったかもね。まったくだぜ畜生、とっととかっさらってメメントスぶっ潰してやろうぜ。正真正銘の世直しね。行きましょう。